こんにちは、土の子です。2月24日、今日の練習キャッチャーはのり巻きをゲットできるだいっすよ。メリークリスマス。時期が全然違うじゃないか。さあ、のり巻き台が練習台ですね。そうですね、パッと見は奥が2枚つかめるかなって感じがするんですけど、どうでしょうか。でもちょっと左アーム入れるのが大変そうですね。ちょっと入れてみましょうか、つかめそうなんで。いきます、ギリギリ。なるほど。さて、こうなっちゃうとどうしようかな。のり巻きが押してくれることを信じて、あのちっちゃいね、時計を狙っていきましょうか。よし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 。さてと、次はのり巻きを狙います。のり巻きを狙ってツリーを落とす感じ。さあ、どうでしょう。掴んでくれ、落とさないでくれ。オッケー。さあ、ちょっとこれ一番端っこはね、掴めるかどうかギリギリいきます。さっきよりギリギリを。よっ、あー戻っちゃう。おう、あ、でもバッチリ掴んでくれたね。さて、6枚、もう一度ね、一番奥からいきましょうか。2枚掴めたら結構美味しいかも。ギリギリ狙いだね、本当に。はい、あー、やっぱりダメか。これは掴めないでしょ、途中でばらける。ばらけない?ばらけ。あ、でも2枚取れました。のり巻きまでまさか持ち上がるとは思わなかった。さあ、7枚かな。あ、8枚取れましたね。はい、残念、当たらないね。さあ、今日はね、これやりましょうか。カエルくんバッジ、唯一取ってないね、女の子ダンサーバッチね。ちょ、考えてたんですけど、やっぱりね、左側を押した方がいいんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。ちょうどね、真横に倒れると詰まってしまうんで、赤いね、女の子の、赤い女の子のカエルの頭を押す感じでいってみます。さあ、どうでしょう。あ、ダメか、やっぱり詰まっちゃうんだね。押して取れるかな。ちょっと押してみましょう。頭の方を押します。よし、 OK。 はい、これで取れましたね。2手かかっちゃいました。さて、これでね、寝台は今のところ全部取れましたね。じゃあ、ちょっと3手で取れそうなところをやっていきます。せっかくだから、こののり巻き台やりましょうか。3手じゃ厳しいかもしれないけど、挑戦します。今日のね、練習台だし。さあ、奥からいきましょう。ギリギリ。えい、あー、また入っていかないか。同じようにいったけど、どうでしょう。お、今度は2つ一気に取れちゃった。これは嬉しい、嬉しい誤算ですね、今の。さあ、それじゃあ3を狙いましょう。あ、うわー、言ってくれなかった。これはちょっと
嫌ですね。右のが残ってしまいました。とりあえず取るのが難しい左を狙いましょう。さっきみたいにギリギリを狙って、倒して掴んでくれることを願っていきます。奥が一番取るの難しいからね。さあどうでしょう。よし、 OK。 大丈夫だよね。 OK です。そしたらね、次回1手余った時に一番右から取ればこれはコンプになりますから。よし、はい、それじゃあね、今日のミーバースコーナー見てみましょう。ブロックでバッジキャッチャース。おお、うまく作ってる。ルイージをゲット、神プレイきたーす。ルイージものすごいでかいキャッチャーだね。でもね、あれで掴んだらルイージがぺちゃんこになりそう。宇宙から降ってくるブロックを打ち上げまくるパズルゲームっす。ゲームの名前が分かった人はそこそこゲーマーかもっすね。はい、ちょっとね、今ね気になって Google で調べたらメテオスっていうゲームですね、これ多分ね。DS で発売されたものすごい評価の高いゲームだったみたいですね。日本ゲーム大賞も取ってるゲームでした。はい、ということで今日はね、寝台をね全てコンプすることはできました。またね、明日も練習台やっていくと思うんで、よかったらね続けてみてください。それじゃあ土の子でした。